はーい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。ついに来ましたね。エニグマモンスターという要素。で、これがね、もともと結構恐れられてたやつで、なんかね、モンスターを捕まえて育成するみたいなやつなんですけども、結構なんかランダム要素が絡んでくる、まあ、タイタン装備的な感じらしいんですよね。なのでね、また新しい廃課金要素になるんじゃないかってめちゃめちゃ恐れられてるんですけども、それがね、まあ、ついに実装された感じですね。で、これがね、結構説明不足で意味わかんなくて、なんかね、どうやって進めたらいいか結構わかんない感じなんですよ。で、一応私のね、いろいろ試してみて、まあ、こんな感じになってるのかなって、だいたい理解できたので、今回ね、まあ、その内容を紹介していきたいと思っております。ただ実際ね、詳細が分かったりとかも結構あるので、まあ、とりあえず今の段階ね、分かる部分ですね。で、どういう風にエニグマモンスター使っていくのかとか、で、もしくは、まあ、今回のイベントをどのように進めていくのかとか、そういうところね、ちょっと解説していければいいなと思っております。じゃあね、早速見ていきましょう。で、まずなんですが、この右下のエリアね、ここは開放できるようになってます。で、元の中ね、謎の汚染された地域になってるんですけども、いつもね、まあ、この辺開放するみたいな感じで、まあ、一個一個ポチポチしてね、戦っていくと解放できるので、これね、解放していきましょう。で、結構ね、めんどくさいんで、時間の時にやっていくといいかなと思います。で、これが解放できたら、まずやることは、エニグマの施設をね、建造しますね。このエニグマ生態園ってやつと、エニグマフィールドですね。この二つが建造できるのを建造していきましょう。で、主に使うのはこのエニグマフィールドの方ですね。で、この生態園ってやつは、手に入れたエニグマモンスターをね、確認できる内容になっているので、まあね、これを入手するまでは使えない感じですね。で、基本的にはこちらのね、エニグマフィールドを使っている感じになります。で、これね、出てくるんですけども、このフィールドに入手したエニグマモンスターを配置できる感じですね。ですので、まだ持ってないので配置できないんで、まずね、エニグマモンスターの入手から始めていきたいと思っております。で、エニグマモンスターの入手なんですけど、後ほどいろいろね、追加されるっぽいんですけども、今のところは連盟対決とかで手に入れた、まあ、この箱ですね。ランダム箱とか。まあ、こういうのを使って入手する。で、もしくはこの右下エリアを開放するときに何個は手に入るので、まあ、この辺から入手できるんですね。で、このちょっと開けていきますか。で、今入手できるのが4種類ですね。このワシとエイですね。で、あとはこのシカさん。で、あとクマさんっていうとこですね。で、それぞれの種類にそれぞれ属性があって、まあ、土属性とか風属性とか、まあ、そういうのがついてる感じですね。で、後で述べるんですけど、この属性によって配置できるやつ、配置できないやつが出てくるんで、意外とこの属性が重要だったりしますね。じゃあ、ね、最低限ゲットできたので、ね、エニグマフィールドに戻っていきましょう。で、ここをクリックすると、ここに配置できる条件が入ってますね。で、ここは非属性で、かつ R 以上の A が追加できる感じですね。で、見てみると私ちょっと持ってないっぽくて配置できないんですね。まあ、こんな感じで結構ね、配置の条件があるとこれは大変ですね。で、ここは土属性の N 以上の鹿ですね。はい。で、これは1個ありましたね。こいつ。蛍光鹿っていう。で、こいつを配置してあげると、こいつは持ってるこの能力のバフが得る感じですね。で、これだと、まあ、空軍生命 0.013 みたいな、もうめちゃくちゃ微細な数値なんですけども、まあ、一応こいつを配置すると得られるって感じですね。うん。で、結構大事そうなのが、このフィールド自体の効果はあるんですね。で、ここの効果だと、この全軍専門強化10ランク効果アップっていう。まあ、これがね、専門強化の、まあ、10ランク目ですね。まあ、そのバフの効果を上げるって効果だと思うんですけども、まあ、それが入るんですね。で、こいつが今の状態だと 4.3% 入ってるんですけども、まあ、この数値がこの発展性というパラメータで変わるみたいです。で、このエニグマモンスターを発展性の高いモンスターに置き換えてあげることで、このフィールド効果より多く入るっていう、こんな感じらしいですね。このバフ以外にも、この発展性が重要みたいです。で、この発展性もね、このエニグマモンスターってランダムっぽいので、バフが良くても発展性が低いと、ちょっとイマイチになっちゃったりとかね、そういうところもあるので、結構ね、難しそうですね、選択は。なんで、本当にね、いろんなエニグマモンスター手に入れて、ちょっとね、選択していくしかないですね。で、右下を見ていくと、ここは水属性の SR 上のワシですね。で、SR を持ってないんで、これ配置できなくて。で、この下は風属性の SR のクマって感じで。で、おそらくね、この置ける種類が人によって違うっぽいんですよね。なんで、まあ、プレイヤーによってこの必要となるものが違うんで、結構ね、その辺の重要性が変わってくる感じですね。で、ちなみにこの上のここだけは条件なしなんですよ。なんで、ここだけは好きなエニグマモンスターを置くことはできるので、まあ、この下の4つに置くこともできない、まあ、高性能なエニグマモンスターをゲットしたときは、まあ、ここに置くっていう感じになるかなと思いますね。なんで、まずはエニグマモンスターをいろいろ手に入れてみて、まあ、このね、条件を満たして配置できるエニグマモンスターをまずゲットするっていう。まあ、それはね、とにかく重要になってきますね。ちなみに現段階だとこの5スロットだけなんですけども、どうもなんかね、しばらくすると別のフィールドが出てくるっぽくて、多分そっちが出てきた時にまたね、別の5体をね、まあ、配置できる感じになるかなと思うんですね。なので今の段階で、まあ、配置できないエニグマモンスターっていうのはちょっと使いづらいんですけども、もしかしたら次に解禁されるフィールドで配置できるようになるかもしれないので、結構ね、まあ、強いエニグマモンスターをゲットしたら、あまりねレベル上げとかで消費しちゃわずに、まあ、取っておくことが推奨かもしれないですね。
ちなみにエニグマモンスター解除っていうと、エニグマモンスターこれ、レベル上げと、あと、ランクアップってのができますね。で、このエニグマモンスター情報のとを言ってあげると見れて、あとはさっきのね、こちらの、なんちゃらインから見れるんですけども、まあ、こっから、レベルアップと昇格ってのをすることができます。で、レベルアップのやり方に種類あって、一つは、まあ、いらないエニグマモンスターを生き人に下げるやり方ですね。で、本当にもうバフがクソヘボくてどうしようもないやつとかを使ってあげると、まあ、レベルアップできて。で、レベル上げると、このバフがね、ちょっと上がってる感じですね。で、元々のバフが本当に微細なんで、まあ、レベル上げていくことで、このバフをね、まあ、強化できるって感じになってますね。で、あとこのレベル上げの方もう一個あって、それが、今ないんですけども、まあ、イベントとかでゲットできる、これですね、エニグマ水晶というもの。で、これをね、使ってもレベルアップできます。で、これ使ってあげるとね、なんかね、すごいよくわかんない表示が出て、押してあげると、エニグマモンスター EXP プラス200って出てきて、よくわかんない感じなんですよ。で、これどうなってるかって、これを使ってあげると、先ほどのレベルアップ画面ですね。そこの、ここにゲットした EXP が出てきます。なので、先ほどの破片を使って EXP をゲットすると、この入手した EXP を使ってレベル上げもできるんですね。で、基本的にこのエニグマモンスター自体は、なんかね、後々使い道が出てくる可能性もあるので、まあ、できればこの EXP を使ってね、レベル上げをするっていうのは優先した方がいいですね。で、それでも足んない場合に、まあ、いらないね、エニグマモンスター駅に下げるっていう、まあ、そういったプロセスでいいんじゃないかなと思います。で、もう一個ね、そう、昇格というものがあって、これは、同じ種類の同じランクのエニグマモンスターを生贄に下げることで星を上げられるって感じですね。で、これだと、まあ、ノーマルの鹿さんなんで、属性が別でもいいんですね。属性が別なんですけども、ノーマルの鹿さんを使ってランクアップできる。で、ランクアップすると、まあ、このね、バフの効果結構がっつり上がるので、まあ、このね、バフを上げたい時には使えるって感じですね。で、ちょっとどれぐらいまで上限があるかわかんないんですけども、ただ、このレベルを上げていくことで結構がっつり上げられるので、まあ、動詞のね、いらないエニグマモンスターを持ってる場合はね、まあ、これやってあげるといいんじゃないかと思います。ただね、これ低ランクなんで別にいいんですけども、例えば SSR のね、すごいレアなモンスターとかだった場合は、まあ、これで消費するよりも、まあ、複数体配置した方が強くなる可能性もあるので、まあ、そういった場合はちょっとね、要検討になりますね。ただ、まあ、特定のエニガモンスター強化したい場合に使えるので、なんでバフがめっちゃいいエニガモンスターとめっちゃ悪いエニガモンスターがいた場合であればね、まあ、そういうのに使っていくことがありかなと思いますね。はい、という感じで、一応配置はこんな感じですね。まあ、このフィールドを行ってあげて、この真ん中のプラスを押すと、まあ、条件を満たすエニガモンスター配置できて、で、その配置したエニガモンスターが持っているこのバフを得ることができる感じですね。で、プラス、このエニグマモンスターの発展性に応じてこのフィールド自体の効果が入ってくるって感じです。で、この真ん中とかだと、まあ、海軍専門強化15ランクの効果アップするって効果があったりとか、まあ、このフィールドによってね、効果結構違ったりするので、で、まあ、どこの、まあ、フィールドに置きたいかっていうのも変わってきます。で、あとこのフィールド自体のレベルアップも可能で、まあ、後ほど解説する、まあ、イベントゲットできるんですけど、このエニグマ中継機というものを消費することで、このフィールド自体のレベルを上げられますね。なので、例えばここだと、まあ、空軍専門強化15ランクの効果アップするので、まあ、空軍使えてればこれをね、レベルアップしてあげて、まあ、ここに発展性の高いエニグマモンスターを置くことによって結構ね、恩恵を受ける感じになりますね。で、いろいろちょっと考えることって難しいんですけども、まあ、その、まあ、いい効果を持っているフィールドのレベルを上げていくっていうことと、あとそのフィールドに見合った、まあ、効果を持っている配置性って、まあ、その二つでバフを盛ることができますね。で、今のところちょっとね、どれぐらいまで伸びしろがあるかわかんないんですけども、まあ、そんなにね、めちゃくちゃ激しいバフってわけではないので、まあ、今のところは、ま、タイタン装備でね、恐ろしいことにならないかなっていう感覚はありますね。まあ、ただね、今後将来的に見ていくとどういうね、変化が起こるかわかんないので、まあ、もしかするとこれがね、まあ、かなりタイタン装備並みに影響が出てくる可能性があるので、まあ、油断せず進めていきたいところですね。はい。で、エニグマモンスターのね、配置とかこんな感じになっていて、あとそのイベントの方を見ていきましょうか。で、イベントは、ま、ここの画面とかのイベントセンターとかから行きますね。はい。で、これ見ていくと、ま、いろいろあるんですけど、ちょっと一通りね、解説していきたいと思います。はい。で、まずこの、ブースト任務ってやつですね。これは結構大事なやつです。で、これ見ていくと、このブースト任務っていうとかここにあって、まあ、これを押してあげると、なんかこの任務が出てくるんですね。で、この毎日任務とブースト任務があるんですけども、まあ、この毎日任務をこなしてあげると、まあ、先ほどね、まあ、経験値を得るために使った、このエニグマ水晶昇格に入りますね。なんで、ここはま、そんなに大きい報酬ではないんだけど、できれば回収したいので、このエニグマモンスターランダム箱とかあると思うんですけど、これはできれば毎日開けるようにしてですね。なんで、いきなり全部バーンって消費するんじゃなくて、まあ、これはね、まあ、必要分が集まってしまったら、あとはちょっと小出しにしつつね、やっていきたいですね。で、レベルアップとか星レベルアップも、まあ、ちょっとずつ小出しにしていくことで毎日ね、これをゲットできるので、あんまりね、そんな大きい効果を持ったアイテムではないんですけども、まあ、ね、積み重ねで得られるかなって感じですね。で、こっちはま、そんな感じでいいんですけども、このブーストにも結構重要ですね。うん。で、これやっていくと、同じ感じでこのエニグマ水晶も手に入るんですけど、この謎のね、まあ、クマさんバッジみたいなのをゲットできますね。で、これをゲットしていくことによって、ここのね、あの、報酬を得るんですね。で、このクマさんバッジをゲットしたね、このクマさんのね、この肉球のコインをゲットすることができると、まあ、このね、交換所で交換できるって感じですね。で、この肉球コインを集めてあげると結構ね、いいものと交換できて、例えばこれですね、SSR のエニグマモンスターがゲットできる箱
箱の破片ですね。で、これ100個集めて1個なんで、結構ね、コスト高ではあるんですけども、まあおそらく SSR のエニグマモンスターを入手する手段っていうのが、今のところこの箱しかないので、なんでこれをね、ゲットするって結構ね、重要な要素になってくるなと思います。で、あと、これね、まあ条件を満たしたら解放されてる感じで、まあこのステージ1は SR 以上のエニグマモンスター1体で解禁なんですけども、まあ2位の場合だと SSR 以上解禁なんですね。なんでまあ条件を満たすことによって、効果的なアイテムが増えていくっていう、そんな感じになってますね。で、このステージ上がっていくと結構いいものができて、ただステージ3とかになると、ここで風の形という装飾品が効果できますね。で、これ結構でかくて、まあ、ガレージと空港の容量プラス15という感じでね、まあ、小さくない効果を持っている装飾品になるので、まあ、この辺はぜひともね、ゲットしていきたいところですね。で、上の方に行くと、エニグマ選択箱とかでね、SSR のエニグマモンスターを、ね、任意に選べるっていうかなり強力なものとかあるので、まあ、できればこの辺をね、まあ、ゲットしていきたいですので、まあ、この肉球コインをゲットした場合、なんかあんまりこの下の方とかでね、よくわかんないも交換するよりは、まあ、ちゃんとね、このコインを溜め込んだ上で、このね、ステージを解放して、まあ、それでこのいいアイテムの効果を狙った方がいいかなと思いますね。この肉球コインがただね、結構数が限られているので、なかなかね、いいアイテム交換の大変そうなんですけども、まあ、ちょっと頑張っていきたいところですね。この肉球コイン自体は一応ね、ギフトで直接購入もできて、まあ、1個2円ぐらいですね。で、購入できるので、まあ、手っ取り早くね、交換したい人であれば、まあ、ここでね、課金をしてあげて、まあ、このね、いいやつを交換してあげるっていうのはありかなと思いますね。で、一応この、まあ、今週残り回数書いてるので、例えば毎週リフィールされると思うんですね。なんで、まあ、この辺のアイテムを、まあ、課金で購入するのであれば、まあ、毎週課金して、まあ、これをね、ゲットしていくっていう。まあ、そういった流れがね、まあ、ガチ勢の方はね、なるんじゃないかなと思いますね。まあ、何にせよね、この条件を満たす必要があるので、まあ、とりあえずね、この SSR のエニガモスをゲットするとか、あと、まあ、この数をね、増やしていくみたいな。まあ、それがね、重要になっていくので、まずはね、そこを目指していくのはね、まあ、重要かなと思いますね。はい、冒頭にはこんな感じですね。まあ、とりあえずこのね、任務があるので、これをこなしていきましょうという感じになっております。で、続いて、フィールドの主ですね。で、これは基本ね、あんまり気にしなくていいです。うん。これ、要するに、まあ、いっぱい進めた人がランクインして、まあ、その人が表彰されますよってものなんですけども、まあ、正直これ、やっぱり廃課金以外に全然用がない話になってるので、これはね、全然気にする人ないかなと思います。で、報酬も一応あるんですけども、まあ、言うてね、SR のエニグマモンスターの箱とかだったりするんで、そんなにでかくはないんですよね。で、ここはそんなにね、意識する人ないかなと思います。賞金とかあるんですけど、これもちょっとよくわかんないです、今のところ正直。まあ、これは基本的には、ね、廃課金様同士がね、争っていく内容になってるので、まあ、一般的なプレイヤーであれば全然ね、気にしなくていい内容かなと思いますね。いや、続いてね、宝探し商店なんですけども、これはね、この次のフィールド宝探しでゲットできるコインの効果なんで、ちょっと先にね、こっち見ていきたいと思います。はい。で、こちらなんですけども、まあ、残念ながらこれはね、おそらく完全課金ですね。まあ、ここでね、この謎のスコップを購入できるんですけども、まあ、そのスコップを使って、まあ、ガチャを回すような感じですね。で、ここにある、まあ、このやつを、まあ、一通りゲットすると、この上行ってような感じで、でちょっとずつこのゲットできるアイテムが増える感じですね。で、まあ、増やしていくと、先ほどね、あった、エニグマフィールドをね、レベルアップするためのエニグマ中継機というものが手に入ります。なので、エニグマフィールドのレベルアップを狙っていく人であれば、まあね、これをね、回していく必要があるって感じですね。まあ、ただ、なんせ課金なんで、まあね、廃課金できる人以外はね、ちょっと進むの難しいかなって感じですね。で、一応ね、この辺で確定でゲットできる、まあ、やつもあるので、まあ、ある程度課金ができる方であればね、まあ、この確定報酬だけ狙っていくみたいな、まあ、やってみてもね、いいんじゃないかなって感じがしますね。で、このね、まあ、スコップのコインをゲットすると、こちらの方で、まあ、中継機をゲットしたりとか、あとこのね、SSR のエニグマモンスターをゲットするような箱をね、まあ、交換できたりとかするので、まあ、このがっつり進めたい方ではね、まあ、ここで課金していくのはね、ありなんじゃないかなと思いますね。ただ今んとこね、バフがそんなにえげつなくない印象を受けているので、まあ、課金する価値があるかっていうと結構微妙かもしれないですね。で、ここでね、一個だけめちゃくちゃ重要なのがあって、まあ、一般的なプレイヤーだったらほぼこれだろうってのがあって、これはね、鉱脈ってやつですね。で、これがおそらく、まあ、課金者が課金して、ここのエニグマ鉱脈ってやつですね。これをゲットした場合、そのグループのサーバーに鉱脈が発生するんですよ。今あるかな？ありますね。で、これが発生した場合、誰でもいけるんですよ。例えばこれ、なんかこの348さんが、見つけてくれたやつなんだけども、まあ、これ押してあげるとこの鉱脈に飛べて、ここの採掘ってやつを押すと、まあ、採掘できるんですね。で、5分ぐらい採掘をして、なんかね、ランダムアイテムをゲットできるって。そんな感じですね。で、これはもうね、無料でゲットできる、もう、アイテム配布みたいな感じなんで、これはぜひともね、見かけたらやっていきましょう。はい。ありがとうね、頂戴しましょう。で、ただね、もらえるアイテムはそんなに大したものはもらえないんですけども。ただね、もらえるものはもらっておけという感じで、うん。まあ、するのね、もったいないんでやっていきましょう。ただね、この発見されてから、なんか2時間ぐらいしか存在しなくて、で、2時間すると消えちゃうので、結構すぐね、行かないとダメなんですよね。なんで割と見逃しがちという点ではね、張り付いておかないと結構ゲットするの難しいんですけども。まあ、ただ自分がインしたタイミングでこの、ね、鉱脈情報というのをしっかり確認して、で、あった場合は忘れずにね、うん、採掘していくといいんじゃないかなと思います。
だから採掘のラインもね、限界があって、まあ、6本しか出せないんですよね。で、これはね、普通のラインとは別枠になるんでありがたいんですけども、ただ6個しか出せないので、まあ、6個以上あった場合はちょっと2回に分けてね、採集しなきゃいけないっていう。まあ、そこはちょっと大変ではありますね。ただ、まあ、一般的なプレイはね、この課金じゃなくてこちらの方が今日重要になってくると思うので、ここはね、まあ、無課金の方でもしっかりと参加できないとなると思うので、これはね、やっていくといいんじゃないかなと思いますね。はい。まあね、出した方にはありがとうと思いながらね、やっていきましょう。で、これがね、ただ、まあ、全サーバーじゃなくて、ちょっとグループ内っぽいんですよね。おそらくうちだと、まあ、3桁サーバー、まあ、前半、まあ、600ぐらいまでかな、のサーバーの方々が出したやつが見れて、で逆に例えば2000番台のサーバーだったら2000番台のサーバーが出したのが見えるんだよ。なんで結構ね、付近にメガサーバーがいるかどうか、結構大事だったりするんだけども、まあ、メガサーバーね、まあ、2216さんとか7703とか、まあ、近くにいるサーバーであればね、結構これはゴリゴリ出てくるかもしれないですね。まあ、そういった方であれば逆にね、まあ、採掘が非常に忙しくなるって、そんな感じになるかもしれないですね。まあ、ただこれはね、無料でゲットできる重要な要素ですので、ね、ぜひともやっていきましょう。はい。ユーザーがしたサージはこんな感じですね。で最後、エニグモンスター旅というのがあって、で、これがまあ、いつもの任務のやつですね。まあ、これは任務をこなしていくと、まあ、解禁できるのでやっていきましょうって感じ。あと、ここでもね、この SSR の箱をゲットできたりするので、まあ、ここ、まあ、課金をできる方であれば、ここ課金してね、SSR やっていくといいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、一応ね、やることはこんな感じなんですけども、まあ、せっかくなんでね、まあ、この辺とかちょっと回しみたらどうなるのかって見てみたいんで、まあ、ある程度エニガモーサー解禁するっていうのと、最低限のね、課金だけちょっとやっていこうかなと思いますね。はい、じゃあね、箱分けやっていきますか。で一応なんか毎日任務で、なんかエニガモーサーゲットするのがあるんで、まあ、それができなくならないようにちょっと半分ずつくらい開けてみようかな。はい。じゃあまず N のやつを13個。まあ、N はそんな関係ないんで。で、R を、まあ、33個くらい開けてみようかな。で、R はね、バフが良ければ使える可能性はあるんですけども、やっぱメインストリームは基本的には、まあ、こっちのね、SR なんじゃないかと思います。なんで SR は12個ですね。開けていきましょう。はいはい。で、ちなみになんですが、私が欲しいのは、まあ、ここに配置できるやつですね。なんで、風の熊さんと、水の足。風の熊さんと水の足なんですが、出たかな。はい。熊さんが、火と土。わしが土と風。噛み合わないね。いや、SR は全部開けていいかな。なんか、SR をゲットしろみたいな任務はなかったと思うので、あ、これは全部開けちゃっていいんじゃないかなと思いますね。うん、ナインっぽいでね、SR 開けていきましょう。先ほど言った、まあ、水のワシと、風の熊だっけが欲しいな。謎に風のワシが3つ出てるし、いらねえよ、こんなに。ただ、風のワシであればね、水のワシが出た時に、まあ、ランクアップに使える可能性があるので、まあ、今のところ使えないエイヤシカよりはマシかなという感じでありますね。じゃあ開けていきましょう。お願いします。えい。スロットは埋めたいな。水の足だったよね。オッケーオッケー。これは風の熊。お、これは行ったんじゃない？まあ、とりあえずこれ開けないと話になんないので、とりあえず開けていきましょう。うい、なんか強いのか弱いのかよくわかんないな。とりあえず全部開けてみて。まあ、そっからちょっと配置を考えていきましょうか。はい、じゃあね、一通り開けてきたんで配置をやっていきましょう。で、まずここですね。風の熊さんですけども、運よくゲットできたらいい感じですね。しかもバフはそんな悪くないな。一番でっかい能力で、空軍被ダメージ減少 0.89%。これなかなかね、美味しいですね。で、しかも、プラスで空軍ダメージ減少がもう一個入ってるんで、まあ、数字めっちゃヘボいですけども。なかなかいいですね。発展性7000がいいのかよくわかんないんだけども。なんか、効果自体悪くなさそう。当たりかな、個人的には。いい配置していきましょう。で、こっちも配置ができるはずで、まあ、先ほどした水の橋ですね。こっちも、まあまあまあ、進行ジェニット生命かさん、ネズ生命。まあ、ただ効果はない効果だよね。全員ユニットなんで。こちらも悪くはないでしょう。発展性7800。まあ、大体こんなもんなのかな。ちょっと一覧見てみる？他のやつがどんなんかわかんない。7900。なんか7000前後ですね。で6000とかもあるから、7000だったらまだマシ。まあ、7000後半だったらいい方って感じかな。なんでこいつらはまあ悪かねえんじゃね。わしなんか特に7800あるんで、ね、いい感じですね。ここに強いバフあるかな。この辺とかは全員と被ダメージ減少とかね、使いやすそうだなっていう感じで。で、この1個だけちょっと大きい効果あるんですね。で、これは結構数値がいいので、まあ、これがいい感じかどうかは重要ですね。で、この防衛時とか進行時についてはちょっと限定されるので使いづらいかもですね。まあ、その点この空軍被ダメージ減少 0.89 とか結構強いなって感じしますね。まあ、兵士は限定ですけども、ダメージ減少で、まあ、状況を問わず使えるんで。これはなかなか当たりだった気がしますね。なんかレベルアップとかしていってもいい気がするな。一応この戦力ってやつ乗ってるんで、この戦力が高いほど優秀なのかなって考えるとこいつだいぶ優秀な気がするな。6.8 に。なんかいいのゲットできたんじゃないかな。なんで他のやつを見ていくと、おお、これとかすごいな。陸軍ひだめ陣長入って、全員と全員と全員と。めちゃくちゃ優秀だね。ロックしとこうかな。ただ、
風の鹿なんで置けないという悲しき状況で、これが難しいですよね。強くても置けなかったらバフを得られないんで、でもそういう場合はね、ただ将来的にいつか置けるようになる可能性はあるんで、まあ一応ね置いとくっていうのが正解かなと思いますね。これとか空軍ダメージが増加あるんですけど、エレメントっていう、今までも散々苦しめられたハズレ属性がここにも出てくる感じですね。これ嫌ですね。ただまあこのメイン効果が強ければある程度採用のね価値あるかなって感じしますね。なんでまあそんな感じっすね。これとかあれがわかんない、ランクがわかんないけど、これも悪くないのかな。まあ、とりあえずこのクマは結構強かったっぽくで良かったっすね。レベルアップを試してみますか。で、結構このね、経験値の範囲めちゃめちゃあるんで、これ多分使っちゃって問題ないと思いますね。先ほどゲットしたこのクマさんを育てていきましょう。で、こいつを使うと、どのくらいいけんだろう。結構いるね。60。で、ですね、60ぐらいまで上げると、まあ、このメイン効果は強化されないんですね。レベル上げると強化されるのはこっちの効果だけなんで、なんでこちらの効果を上げたいのでなければ別にやんなくてもいいかなって感じ。ただ今回であると、まあ、この空軍被ダメージ減少も、伝統生命加算もね、結構使えるんで、これ上げる価値あるかなって感じがしますね。ただ、レベルを上げるっていうね、任務も一応あるので、まあ、それを考えるとあんまり一気に使わずに、ある程度小出しにしたい感じありますね。20ぐらいまで上げてみようかな、なんとなく。バーがすごい使いづらいけど。とオーバーしそうですか。まあ、こんなもんで。すると、まあ、空軍ダメージが 0.1% ぐらいまで上がるんで、まあ、効果なくはないかなぐらいまで上がりますね。結構積み重ねていくと変わってくる感じありますね。で、なんか戦力値も大きく上がってきそうですね、これ上げていくと。ちなみに、ランクアップも試してみましょうか。はい。で、このクマさんなんですけども、まあ、同じやつを、まあ、SSR じゃない、SR のクマさんであれば、ランクアップできますね。こいつらは、空軍、なんかバラバラで使いにくいね、これ。こっちは陸軍向けに結構強いんだよな。まあ、陸軍使わないからいらねえんだけど。こっちが普通にいらねえから。これやっても、2体使うのか。まあ、ただ、クマさんが、他にあったっけ？ちょっと一応見てみましょうか。まあ、使っちゃうと取り返しがつかないので、ここは A ですね。なんで別にクマさんを使う予定はないので、まあ、これはもう、こいつ強いんで、ランクアップさせちゃいましょう。はい。で、ランクアップしてあげると、このね、メイン効果が倍になるっていう効果と。あと、それぞれの効果も結構上がるんで、これでかいですね。早速昇格していきましょう。はい。おー、戦力もガツンと上がりますね。これいじくってる間に戦力100円超えそうで怖えわ。一応、空軍被ダメージ減少 1.78。これはなかなかいい効果ですね。で、しかもこっちで 0.5 も上がったんで、まあ、合計、まあ、2.28 感じで、まあ、かなり、いい効果ですね。全員と1000も入ってるんで。で、これは結構積み重ねていくとなかなか大きいかもしれないですね。はい。で、一応、星3にするには、SR のクマさん4匹いるんで、結構大変ですね。ただ、まあ、一応ね、SR で済むので、SR のね、ランナー箱を大量に、まあ、連盟対決とかを利用してゲットすれば、まあ、上げていただけるかなっていう。なんで結構 SR だけでもなかなか大きそうだなっていう、まあ、効果になってますね。で、これもやっぱね、ダメ増ダメ減を集めるゲームかなっていう感じは、まあ、結構しちゃう感じありますね。はい。という感じですね。で、ちなみにこの真ん中は、R 以上の炎の A ですね。こいつはいるかな？あ、結構いますね。で、こいつはまあ、SR も置けるので、まあ、強いの置きたいなって感じ。これとかいらねえな。海軍。空軍、ユニット生命。で、こっち攻撃。どっちも結構微妙なんよね。で、なんか、ランクの上げやすさとか考えると、まあ、このバフが結構いい R のやつを使うってのもありではあるよね。あ、防御能力とかもあるんだね。これちょっと、陸軍なんで残念ですけども。まあ、使ってる兵種に合った防御能力アップをゲットできるとでかいですね。まあ、これやっぱタイタンとかよりは、チップと一緒かもね。重装系のチップもね、やっぱ防御強いんで。まあ、極論、まあ、防御の強いエニグマモンスターゲットするのがいいかも。なかなかでもこれは闇深そうな感じがしますね。で、まあ、ちょっと、あんま強いのないけど、まあ、攻撃加算されるんで、とりあえずこいつ置いときますか。で、ここは何でも OK エリアですね。その前にちょっとこの、鹿さんが多分弱いんで、鹿さん強いのいるかな？いい。防衛時全ユニット。これはまあ、一応全ユニットの効果結構入ってるんで、まあこいつでいいかな。なんか強いのいる。これは置いていきましょう。いい。で、なんでも OK エリアには、とりあえず 2A の置きたいな。ちなみにここの効果が5ランクのアップだね。まあ弱くはないから、単純にこの発展性が高いやつを置くというのもありではあるかなって感じしますね。で、これをどれを置くかちょっとむずいですが。なんかそんなに差がなかったんで、まあ一応全ユニット系の効果多いプラス発展性が高いね。この鹿さんを置いておきましょう。OK ですね。
という感じでやってあげるとこの話になって。で、これをやるとなんかね、この条件を満たすんですよね。ここだけかな。スロットをすべて埋める。で、これを満たしてあげるとなんかね、この効果上がるっぽい。11.92% か。だってね、これをじゃあ一回外したらどうなるかな。外した場合、11.92。あ、これおそらくあれですね。この条件を満たして初めてこの効果発揮される感じっぽいですね。なんで、例えばこの辺に書いてある、まあ、専門強化のランクアップとかって、今んところ多分効果ないんですよ。で、この条件、SSR を3体配置みたいな。まあ、これを満たしてあげて初めてここの効果入るっぽいですね。なるほど。なんで、今、まあ、鹿さん置いてあげて、うん。で、これで初めて、まあ、ここのね、全軍専門強化5ランク効果アップの効果入ったっぽいです。で、今、フィールドレベル1なんで、これがまあ 11.928% 入ってる感じですね。で、このフィールドを上げてあげると、まあ、この効果も上がる。なんで逆に言えば、この効果発揮してないのであれば、フィールドを上げる意味は全くないですね。うん。ただ、これのね、効果発動する条件が、まあ、SSR を配置するとかなんで、多分最終的には結局ね、チップと一緒で、もう SSR 前提になってくるのも、思うので、まあ、最後の最後には結局全部ね、発揮するんじゃないかなって感じがありますね。なんで今のところこうですね。なんでまたちょっと SSR をね、入手する品を考えていきたいところですね。ちなみになんですけどね、これから行われるイベントとして、このエニグマレルムっていう謎のイベントもね、計画されてますね。で、これはちょっとよくわかんなくて、なんかここに書いてる効果を持ったエニグマがゲットできるのかな？わかんないけど。とりあえず8から開始っぽくて、今のところどれがいいですかってなって、ぶっちゃけちょっとよくわかんないので、どうするべきか全くわかんないんですけども。まあ、とにかくこの8以降、おそらくこのレルムってとこでね、エニグマモンスターをゲットできると始まってくるので、まあ、これが始まってきてから、まあ、実際エニグマモンスターいろいろね、ゲットできるんじゃないかなと思います。で、今はね、あくまで予備段階ぐらいに、ね、捉えるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、これはちょっとどんな感じになるかわかんないですけども、まあ、できればね、課金をせずに楽しめると嬉しいなと思いますね。ただこれね、説明見る感じ、まあ、チームを組んでどうたらこうたらって書いてるんで、まあ、ちょっとね、トレジャーハンターイベントみたいな感じでね、まあ、チームを組んでサバの人と戦うみたいな感じになってくるかもしれないんで、もしかするとちょっとある程度ね、戦闘能力が必要になるかもしれないですね。でちょっと今のところわかんないで、まあ、これ始まってからね、どう考えていきたいと思っております。はい、じゃあね、続いていろいろ見ていきましょう。で、まずブースト任務とかなんですけども、まあ、いろいろね、あげたので、全部回収できますね。で、こちらの方は SR 箱を開けるっていうのは結構できたんですけども、まあ、SSR とかね、あとエニグマ、レルムがまだ解禁されてないんで、どうしても、どうしようもないとこありますね。で、まあ、ある程度ゲットできたので、うん、これは結構回収できましたね。はい。で、まあ、このね、肉球コイン500枚あるんで、ある程度交換はできるんですけども、ここはね、私はもう、しっかりと溜め込んで、まあ、このね、いいアイテムを取るっていうところにね、集中したいですね。一旦ここはスルーしましょう。で、まあ、課金はこのフィールド宝探しとかですね。うん。あと、この旅もそうですね。で、とりあえずこの旅に課金しとけば、この SSR が1匹は手に入るんですよ。なんで、ちょっとそこを狙ってみるのもいいのかなという感覚ありますね。ただ、ここは課金なんですよね。まあ、安くない金額ですけども、まあ、これ検証のためにね、こうやって見ていきましょう。必要コストです。で、もう1個開けると、2700、まあ高いですね。まあ、合計まあ3300円ぐらいで開けられるので、まあ、エニグマビーストなんでちゃんとね、見ていきたい人は、うん、とりあえず SSR1 匹手に入るんでね、これ開けてみるといいんじゃないかと思います。ここ開けていきましょう。で、すべて受け取りを押してあげると、ああ、いい感じですね。で、これで1匹ゲットできるのと、あとこの辺でちょいちょい手に入るので、まあ最終的にもう1匹ぐらい多分作れるんですかね。うん。で、ちょっと、まあ、単価がよくわかんないですけど、まあいつもの感覚で言うと大体ね、多分 SSR1 匹で5000円とか、まあ、そんなぐらいのレベル感かなと思うので、まあこのね、27600で、まあ2体回収できて考えたら別に高くはないのかなって感じしますね。うん、まあ単価を決めるのは誰なんかって話ですけど、まあ、とりあえずじゃあ SSR をゲットしてみますか。うん、SSR をゲットすれば、そこから解禁できるものいっぱいあると思うので。はい。じゃあ、この100枚合成して、こいつをゲットしましょう。はい。で、これが置ける属性だといいなぁ。一体意味なんで、最悪置けなくても、この、何でも置けますフィールド置けるんですけども、やっぱね、そこ2体目以降、置けなくなっちゃいますし、まあ、この条件である、2体以上入ってたと考えると、この条件見合ったやつがやっぱ欲しいんですよね。なんで、土の鹿、炎の絵、水の鷹、風の熊っていう、それが欲しいですね。なんかめっちゃずれてる感じする。イメージなんかね、熊とか炎っぽくて、鷹がね、風っぽくて、映画水っていうね、そんな感じですけども。うん。さ、じゃあ、運命のやつやっていきますか。とりあえず、まあもちろんバフがね、いいのも欲しいですけども、まあ、置けるやつが来て欲しいですね。じゃあ見ていきましょう。風の熊。風の熊をくれ。お願いします。鹿。水の鹿は置けませんね。いやー、なんかそもそも置けねえっていうのが、マジで、悔しいですね。
まあ、とりあえず開けていきますか。ちなみにバフは、うんこですね。うん。まあ、とてつもないゴミが出たわけですけども、まあ、とりあえずこれで一匹ゲットする任務は満たせたので、まあ、とりあえず、クソ弱ですけど置きますか。悲しいほど弱いな、これ。海軍、エレメント。私にとってはマジで1ミリがない。ただ、発展性がめちゃくちゃ高いですね。うん。やっぱ SSR だと結構な発展性があるっぽくて、まあ、SSR の倍近くあって、まあ、ほぼマックス近くになりますね。なんで、ここの効果は、先ほどね、まあ、11% だったのが、まあ、17% まで上がってるんで、まあ、ここのね、まあ、スロットの効果を最大限発揮するっていう意味では、まあ、SSR ね、バフが弱くても置く価値あるかなって感じですね。まあ、これちょっといろいろね、解禁できたと思うんで。で、これのおかげでもこの2番目もいけましたね。専門強化10ラン効果アップ。うん。なんで、ここもまあ悪くないかなって感じですね。ちなみに、専門強化ってどんな効果だったっけ？確認しましょう。そうです。専門強化のレベル5が生命攻撃 10% ですね。で、レベル10で火ダメ減 5%。15で、まあ、ダメ増と攻撃。なんで、まあ、レベル10の強化とか、レベル20の強化結構でかいですけど、レベル5の強化正直微妙ですね。10% が 17% 強化されても 11.7% とかか。それの足し算になるのかちょっとわかんないんですけども。ただ、同時にね、生命、攻撃とかだったりするので、まあ、そこまで大きい効果じゃないかなっていう感じはありますね、正直。うん。なんで、ここの効果に関してはそんなに気にしなくてもいいかもしれないですね。うん。なんで、やっぱできれば、ここの、まあ、ランク10とかの効果の方が上げたいな、とこはありますね。ランク15か20じゃなくて。はい。で、まあ、SSR をゲットできたので、まあ、この辺とか一応いけましたね。なんで、まあ、とりあえず、バフは置いといて、まあ、一体ゲットのでかいですね。で、おかげでこのステージにも解禁できたんで、まあ、このクマちゃんコインさえあれば、まあ、ここのね、これも取れますね。で、SSR2 体目をゲットできればね、まあ、この辺とかも解禁していけるので、なので、それをちょっと狙っていきたいですね。まあ、ただ結構先は長そうだ。うんうん。ちなみに先ほど採掘した鉱脈の効果も出ましたね。うん。で、これそんなに高くないんですけども、まあ、このね、エニグマ水晶とかゲットできたりするので、まあ、やるに越したことないですね。うん。はい、じゃあこのフィールド宝探しもね、ちょっとやってみようかな。で、ここはね、完全に課金なんでどうしようもないんですけども。うん。まあ、単価が比較的安い。この、ね、100円のやつとか。まあ、やってみてもいいんじゃないかな。600円のやつもちょっと買い切るか。検証のために必要なコストということで、唇を噛み締めながら、買っていきましょう。はい。で、まあ、これで一応17回できますので、17回やっていきましょうか。で、一応ね、この10連発のやつがあるんですけども、説明によると、まあ、この下のやつがね、おのおの1個ずつゲットできると次のステージいけるらしいんですよ。で、この10連発の間に解禁できちゃったとしても、まあ、途中で止まってくれるらしいんで、なんで、10回押すのに別にデメリットないですね。なんで10発押していきましょう。で、まあこれはね、できれば1個しか入ってない、このエニグマ中継機早めに出てくると嬉しいなって感じですね。で、これ回していきましょう。まあ多分出ないけどね。OK, go!はい。という感じで、期待値的にいいのか悪いのか分かんないけど、ほぼ5だよね、これ。うん。そうね。10個中9個が5で、1個10だったって感じかな。なんで、出方としては、うんこですけど、まあ、こんなもんですね。はい。以上、確定報酬でね、この中継機が、まあ、4個とかもらえたので、まあ、そこは美味しいですね。いや、ここまで行くのすげえ大変だ。すごいな、言ってる人が。うん。しょっぱな、重くそ課金してる素晴らしい人々ですけども。これがね、なんか35個とか入ってるんで、割とこれ全部出すのもだいぶ骨ですね。結構、排出も偏ってる感じがあるので、なんでまあ、今ね、3000ほどぶち込みましたけど、あ、15やっと出ましたね。まあ、この程度では、上に積もったらできませんという、まあ、厳しい状態ですね。はい。という感じで、まあ、この600円買い切りですね。して、まあ、ゲットできた、このスコップコインがまあ、100枚という感じで、まあ、結構しょっぺーですね。うん。で、この SSR のエニガモスをゲットしようとすると、まあ、300枚必要なんで、まあ、今の感覚で言うと、ま、1万円ですかね。SSR のエニガモスは1体で1万円。で、それをゲットしたとしても配置できるかどうかはランダムという。なんか、バフの大小を置いといて、めちゃくちゃ闇深な要素であることは間違いないですね。配課金したとしても報われない可能性が非常に高いという。
なんでこれもね、あんまり、おすすめはできない課金先になるかもしれないですね。確実性は低いかなと。やっぱね、タイタン装備とかも多分そうなんですけども、やっぱり、時期を減るにつれてのね、入手難度が増えてくる可能性もありますので、今のところやっぱそんなに、むちゃくちゃする必要もないんじゃないかなという感じはありますね。さて、で、できればこのね、交流交換したいところではあるんですが、ちょっとこの、中継機のアップグレード見てみたいんで、これ一回買ってみましょうか。これ多分5個になったと思うので、これでちょっとどうなるか見てみましょう。はい。でもね、つきましたね。で、これで一応レベルアップできるんですが、今んとこ SSR がそんなに配置できてないので、この辺があんま意味ないんですよね。で、先ほど言った通りね、この5も正直だいぶ減っちょいんで、まあ上げるとやっぱこの辺がコスパいいのかなって感じありますね。で、これ上げてあげると、専門強化10のランク効果が 8% 上がってなるんで、これがちょっとどんぐらい実際影響あるのか、いまいち測りかねるんですが、まあ、上がるとなんとなく嬉しいんで上げていきましょうというくらいの感じですね。では、レベルアップしてみましょう。はい。戦力は若干上がりましたが、でもこれもなんか、陣形のレベルとかランクアップぐらいの闇深さがありそうなんですね。で、どんどん必要数も上がっていきますし、フィールド能力は最終的にレベル何本までいくんかわかんないんで、それが怖いとこですね。レベル10ぐらい止まってくれたらいいんですけども、レベル50とかだったらどうしよう。まあ、どっかの配下金がね、おそらく、検証してくれると思いますが、なかなか怖いとこですね。はい。という感じで。で、ちなみにこれも、1個、ランク2にできたんで、何かが解禁してないかな。ああ、ここに出ましたけど、エリアレベル2アップなんで、もう1上げないとダメなんですね。で、もらえるのもそんなに大したことないんで、まあ、ここは、そんな無理しなくていいんじゃないかなって感じですね。はい。という感じで、まあ、結構な闇深さがあろうだなっていう感じはありますね。で、これ結構ね、バフ自体が、最終的にはどうなるかわかんないんですけども、少なくとも今んとこ、ちょろってできるレベルであると、そんなにえげつないバフではない感じはあるんで、なんかそんなにむちゃくちゃ頑張んなくていいんじゃないかなって感じがしますね。ただ、SSR のエニグマモンスターの星マックス、レベルマックスみたいな、とこまで行くとね、もしかするとタイタン並みの効果になってくる可能性ありますね。ただ、先ほども言った通り、これ置けるかどうかすら怪しいんで、実際にやっぱりタイタン装備以上の闇深感はめちゃめちゃに感じますね。で、ランダム要素もメイン効果、副次的なサブ効果、ちょっと発展性っていう、ランダム要素が5個もあるんで、で、かつ、なんかタイタン装備の精錬みたいな感じで入れ替えることもできないんで、まあ、これのいいやつゲットするのは相当めちゃめちゃに大変だろうなって感じですね。なんでまたね、石油王たちが頑張っていくんだろうなと思うんですけども、まあ、石油王じゃない方々はね、そんな無理しない程度に収めといた方が良さそうな感じしますね。本当に底なしの落とし穴のような感じはあります。だからね、ランダム要素のあるやつって逆に言えば、運が良ければ、そんなに課金してないやつでもね、まあいいやつゲットできる可能性もあるんで。で、今回は私のこのね、SR のクマさんとか、これ比較的やっぱ当たりだと思うんで、まあこういうのがね、たまたま引けてね、まあちょっと強くなれるみたいな、まあ、それぐらいのね、レベル感あるかなと思うので、まあ一般的な方であれば無理しない程度ね、まあこれぐらいのやつを集めて喜ぶぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。で、多分ね、本ちゃんはこのエニグマレルムが始まってからと思うんですよ。で、これおそらく結構エニグマゲットできますし、で、かつ、なんかエニグマレルムで何匹捕まえるみたいな、まあそういった任務とか結構あってね、その辺がね、これが解放されてから一気に進んでくると思うので、まあこの、まあ9月8日、以降ですね、が実際はね本部ちゃんになってくるんじゃないかなので、まあ、これはね解禁したらまたね頑張っていきましょうという感じですね。で、今のところの連盟対決を頑張ってね集めていくしかないので、まあ、ここで集められる分はね頑張って集めていくといいんじゃないかなと思います。それからね64万までいくとこのね SR ゲットできるので、結構ねこれだんだん皆さん備蓄も減ってきて私もね辛いんですけども、なかなかきついんでいくともねエニグマ進めなければこの辺をねゲットできるよう頑張ってみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じでね、ついに来てしまったエニグマモンスター、まあ実にね闇深の雰囲気をめちゃめちゃに感じますけども、まあね皆さん無理のない程度で頑張っていきましょう。一応ね新要素としてね、まあドキドキワクワクが増えるっていうのはあると思うので、皆さんぜひもねランダム要素で当たりを引いてねいいのが引けるように祈っていきましょう。じゃあね今回こんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。